はい、今日もあなたと役所天国、本日は5月の23。はい、ということで今度は三崎キャベツ取りますか。もう三崎キャベツはね、すべて撤去でございまして、もう取って取って取りまくるということでございまして、もう気にせずね、全部取っていっちゃいますね。でもこれもあの業者さん出しがねあるので、気にせずね行きましょう。よいしょ、はい、バン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 行きますよ。はい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 、ちょっと小さいか。もう奥の方はね、とだってきてるのでね。よいしょ、はい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 、気にせず行きましょうよ、気にせず。はい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 、はい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 という間にもう、みたいな、そんな感じでございましてね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい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 。はいはい。もうほっといても割れるだけですんでね。はい、もう打ち込んでるのか。よし、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 よっからせ、はいよ、まあしかし本当にあっという間でしたな。茎ブロッコリーもね、もうあっという間でしたね。ほんと早い、早すぎちゃってね、全然ついていけないですよ。まあ参ったね。参りましたよ。割れちょる。
でも今年はなんか今のところ虫は少ないね。虫はあんまり動いてる感じはしませんけどね。はい、ということでね、三崎キャベツね、結構取りましたが、どうしたもんでしょうか。はい、山盛り。さあ、そんなことで次が、白菜ですか、レタス、キャベツ、そして白菜ね。三崎キャベツまだこっちにね1ベッドあるんですよね。なので先にこっちから取ってね、白菜がもういよいよ、ここが終わりました。もう最後のベッドですね。見てください、もう 2割も取ってない。もう次最後のベッドですね。めっちゃ早い。もう遠立ちがね早すぎちゃってついていけないよね。このブロッコリーの一番手もこんな感じですよね。ほら、もう花咲いちゃいましたからね。めちゃくちゃ早い。そっち側から撮ろうか。いや、ほんと早いわ。5月末まででしたね、白菜ね。まあ、うちは半切りするんであれなんですけど、早かった。あっという間でしたよ、白菜がね。多分最後の白菜ですね。まあしょうがないね。
ちょっと巻き甘いですけど、最後ねもう多分到達がの方が早いんでね。そっち側も巻いてるか。到達前にね、全部できるだけもう出せるものは出していきますね。ということで、あ、疲れた。ね、レタス。いやーでもね、春のあの野菜が本当に動きが早くてね。いやいやって感じですね。まあ白菜は多分今週で終わりですね。5月いっぱいでびっちり終わりですね。まだあと人参大根はまだねしばらくいけそうですね。あ、そういう意味でもいかにしてこうやって後ろに引っ張るかで、6月に春の野菜ね、で白菜がない、ブロッコリーがないね、でキャベツはなんとか次の番手、多分これ近畿201だと思うんですけど、巻いてくれば大丈夫だと思うんですけどね。6月でもキャベツは7月まで引っ張れない気が